どうも、青牛赤崎瀬尾赤牛を指定です。はい、じゃあ、さあ今回お家から始まりました、日清のどん兵衛ガチニンニク背脂風豚骨バシバシということでお湯を沸かしており、はい、まずはこちらですね。されてましたね。そうなんですよ。3月31日です。新発売されたセブンイレブン限定のどんじろう3代目ですね。今回背脂風豚骨というのがこれまでにないコンセプトでしたね。ね、食べる前からブヒブヒ言っておりますね。言っておりましたんで食べて準備をしてみましょう。まずね、開封の時なんだけども、豚臭さというか香りすごいのよ、マジで。これまでとはもう全然比にならない。本当はラード加工品があるんでね、先に食べます。マジで、ね、はい、マジだ。サクッとしてて美味しいんですよ、これが。いや、そんな、まずちょっと火薬をね、チェックしてからじゃないと。牛島くんで見たよ、インスタントラーメン、はい、生で食ってるお湯、電気分かりなくて電気払えないから。その後でね、ちゃんと入れていきます、ね、そういうわけではない、そういうわけではないです。お湯ですよね、これは。好きなんですよ、お湯入れる前に、はい、食べるのがね。ということで、5分待って着丼なんだ。いただき、今回の着丼の丼はどん兵衛の丼ということでね。あ、なるほど、ひらがなで。そういうことだね。そうだったね。部屋にね、思いっきりこう充満するレベルの強ニンニクと。そうなんですね。そうなんですよ。あんたの部屋いつもニンニク臭です。デコでね、いつもだったのかな。さらにね、2倍で言ってますけども、よく混ぜてくださいと公式で書いてあるんで混ぜます、はい。さあ、そしてね、ね、これね、平打ちやや縮れ麺ということで、もう見ただけでつるしこ感が伝わってくる。これはうどんですもんね。あ、そうなんですよ。どん兵衛だから、うどんです、うどんなんです。いつもは ねうどんみたいな麺とか言うけど、うどんだもんな。うどんです。これスープの特徴なんだけども、トロトロなんですね、非常に。実はこのトロトロ感が、豚骨のクリーミーさとかですね、油のマシマシ感を表現してるんですね。工夫されてると思います、すごく。さあ、そしてもう一度麺をね、見ていきましょう。あ、長めですね、長めの麺、どうなんでしょうか。初代ガチ豚よりですね、ニンニク量が多いんで、非常にこう麺に絡まって食べ応えすごいんです。そこがいいところ。ニンニク量が増えてるところがいいところかな。より二郎っぽいというか、より二郎っぽくなってますね。まあ麺質はツルツル、うどんの良さを十二分にまあ発揮してくるぜと。なるほど、いうことっすね。まあ、食べた感じの、はい、味は二郎感はあるんですか。二郎感はすごいよ。あ、そうなんですか。すっげーニンニク入ってるということでね。こう最後のスープのね、こう残ったニンニクのこのもぐもぐ感、もうなんか楽しいです。最後これ残ってるところ一気にいくのが、ニンニクを、快感って感じ。快感ですか。快感ですもん。セーラー服と機関銃じゃないんだから。ニンニクとスープ、マジっすか。ええー、向こう機関銃を乱射してのね、快感だけど、こっちはニンニクを噛み締めての、はい、まあ、マシマシレベルはね、46.8 でございますけども、まあ、カップ麺全体自体はこれ非常に高いマシマシレベルですよ。なるほど。自粛第1号ということで、こちらになります。自粛第1号。素人はだんだんと増してきた感じですかね、第3弾って。ごめんなさい、2弾を食べてない。あ、そうだ。なんだよ。すいません、ちょっと、バター味噌なんだけど、はい、コンビニ行ってなかったみたいな。生活圏内のところになかった。いや、あったよ、近くのセブンにめっちゃあったよ。同じ家に住んでんのに。いや、それミスったのよ、だからずっとあったよ。それはミスった。言い逃れできないじゃん、もう本当にミスったから。めちゃくちゃアンテナ張ってないからな。本当にすいませんね。進化はしているということで、とりあえず第1弾から比べても。はいはいはい、まあ、あと外側のね、あのパッケージがピンクというのもいいよね。ね、まあ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 、なぜだかわかりますか。あ、なんか理由があるんですか。豚を連想させるんです。